宇宙大作戦のレナード・マッコイ・レナード・マッコイは SF ドラマスター・トレックシリーズに登場する架空の人物。愛称はボーンズ。エンタープライズ号のセニー。デフォレスト・ケリー、カール・アーバンが演じた。カーク船長に対して敬語を使わないことから非常に親しい関係だとわかる。転送が嫌いなことで有名で何度かそのような場面が見られる。コンピュータ版の主義にも 会議的。また、意見の相違で、スポックと対立することも多いが、深い友情の裏返しと見るのが妥当のようである。I am, a doctor, not a, や、he's dead, ジムというセリフは、定番のギャグフレーズとして有名である。前者については、スタートレック、ディープスペース9のジュリアン・ベシアや、スタートレック、ボイジャーの緊急用医療ホログラムも用いている。 感情豊かで興奮しやすい性格だが、船長として苦悩するカークを慰める役割も多く、カークと異なり興奮しても出現はしないと、意外と助災ない。宇宙大作戦シリーズの、宇宙に漂う惑星型宇宙船という話で、惑星の多血吸血症に侵され、余命一年であることをカークに告白するが、九死に一生を得て生きながらえている。宇宙大作戦での階級は、 海軍少佐、職務は、戦意で、宇宙心理学にも精通している。賞罰は、レジオンドヌール勲章、武勇勲章、宇宙艦隊戦意章受章。愛称のボーンズは、昔の軍隊において戦意が、ソーボーンズと、俗称されたことから取られている。ただし、日本語吹き替えでは反映されておらず、字幕スーパーで少々見られるのみである。スタートレックでは、離婚によって、 すべてを失い、残ったのは骨だけ、とカークに話すシーンがあり、カークが、ボーンズという愛称を思いつく伏線となっている。ありがとうございます。